皆さん、アロハー。お花とエリックです。今日はこのおもちゃたちとお花と遊んでいきたいと思います。まずは顔の怖いブルドッグのおもちゃ、はい、次に瓶型のドッグビア、はい、花ちゃん。次は缶型のドッグビア、はい、花ちゃん。次はピザです、花ちゃん、はい。このおもちゃたちはマークイズ福岡ももち3階のオーサムストアで発見しました。このオーサムストアは原宿で人気沸騰中の低価格の雑貨屋さんみたいです。それが福岡に上陸しました。へえ。それでは本格的に行きたいと思います。あー、撮ります。まずはい、ビアビアどうぞ。ピザ、はい、ピザ、はい、ピザ。ブルドッグがめっちゃお気に入りやんか。ブルドッグがお気に入りみたいですね。あ、まなちゃん、ドッグビアあるよ。ドッグビア飲みますか。はい、どうぞ。やっぱりブルドッグがお気に入り。ブルドッグ食べられてます。まだ加えてます。このおもちゃを一斉にバンって投げて、どれが一番大好きなおもちゃかお花が持ってくるかを検証したいと思います。あ、まだちゃん、行くよ、行きます。トーン。さあ、どれを持ってくるでしょうか。持ってきた。ドッグビアーです。結果はドッグビアーを持ってきました。はい、もう一回いきます。先ほどはこれです。はい、いきます。せーの、さあ、誰を持ってくるでしょうか。それを、あー、やっぱり、お、やっぱビール持ってきた。あ、おいで。おいで。あれ、お、おっと、ビールを捨ててブルドッグ持ってきました。いい、すごい。すごい。はい、もう一度行きたいと思います。来ました。おもちゃではありません。靴下を持ってきました。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。あ、まだまだ手洗い、うがい忘れずに。アヒボー。 Please subscribe. Please subscribe. お花チャンネル Please subscribe. イエーイ。お花チャンネル登録よろしく。